皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル新春強化祭りだっけ、なんかいつもわかんないけど、強化高校としては最後ですね。強化円卓高校やっていきたいと思います。で、強化円卓高校はね、かなりシステムが複雑なんで、初回天才会というのはちょっと、できなかったので、天才の入部届と、招き猫を持ち込んで、ちょっと天才にしていこうと思います。で、センス×です。天才の入部届持ち込んでセンス×とかなんか悲しすぎるよね。まあ、ちょっとネタになるんで、やっていきますこれで。で、デッキの方はちょっと何回かね回したところ、やっぱりクロセイラちゃんの牛若丸が敏捷ポイントめちゃくちゃ重いんで、毎回敏捷不足に悩まされたので、敏捷マス2枚ちょっと入れてます。まずはレイリー、得意練習は走塁と打撃になりますので、敏捷マスが出現します。で、金徳は、独身術で、さらに補給上限アップもついてますと。で、あと敏捷マス要因として先駆けくん、走塁と守備になります。で、あとは円卓特攻キャラのクロセイラちゃん、メンタルと走塁、出現マスは精神になります。あと肩上限アップも持ってますと。で、同じく円卓特攻キャラのなごみちゃんで、彼女キャラはちょっと全員かどうか分かんないんですけど、とりあえず精神マスが出ますということで、精神マスは2マスですね、2種類2人で。あとは技術要因の、ジャスミンちーちゃんで、ジャスミンちーちゃんはミート上限アップがついてて、自分のジャスチーは、44ですけれども、これバレチーの PSR 突っ込んで解放失敗して、あと通常の SR のジャスミンちーちゃんも突っ込んで解放失敗してるんで、まあ、どっちかでもね通ってくれれば45にできたんですけれども、まあ、そんなところです。で、解放レベルはまあちょっと8くらいが限界かなというところ。きらめきそんなに使いたくないんで。で、あとは筋力要因の登場という編成になってます。まあ、これでセンス×ですけどやっていきましょう。で、最初の練習に関しては、まあ、やっぱりなごみちゃんだよね。なごみちゃんはもう追ってらんないんで、最初の2ターンのうちにどれだけ評価を上げられるかというのが、まあ、1つポイントになります。天才だったんだ、お前よく堂々と言えるよな。センス丸、これセンス丸上書きされるのかね、センス丸になったら。そしたら強いよね。で、2ターン目、ここもちょっとなごみちゃんいるんで、なごみちゃんの評価を上げていきます。で、特に練習するものがないというのであれば、まあ、精神練習を踏んでおくのがいいと思います。3ターン目からエンタクルスが発動しますので、ここで体力はなるべく多めに保っておきたいというところですね。で、強化円卓に関してはやっぱりヒーローエピック9回っていうのが一つの目標になりますので、練習した後にエピックマスが出るのか出ないのかっていう判定を自分で下せるようになれば、まあ、ヒーローエピック9回への道はかなり近づくと思います。細かいルールに関しては、まあ、以前の動画とかで上げておりますので、ちょっとそちらを参考にしていただくとして、簡単に言うと、ここに何個出てるかと、あとここに何個エピックマスが存在しているかで、ヒーローエピックっていうかエピックマスが出るか出るか出るか出ないか決まってきます。で、単純に言うと、まあ、真ん中は、なしにして、今ここに1個も出てなくてここに2つ出てますと。要はこれの合計値が2であれば次エピックマスが出現します。で、エピックマスが出現するんですけれども、それが通常のエピックかヒーローエピックかというところの、判定になります。で、最初は特に何もないんで絶対ヒーローエピックが出るんですけど、だから勧誘人数で一ちゃん最初は選んでいいと思います。人はねもういるだけ損はないんで。で、最初の練習を終えた後の2回目の練習ですね。で、なるべく俺はだけどその5番のエピックマスを取りに行きたい。ここですね、やっぱ5番と11番のマスはなるべく早めに回収したいというのがあるんで、ここ3人勧誘できるんでちょっと取りに行きます。5番で、今要はその盤面にエピックが3つあったんで、エピックマスは出現しません。しまった、スルーしてしまった、やってしまった。
ちょっと説明に夢中になってて。で次は、うん、そうだね、ここ1,2,3,4 人いるんで、あ、で、そうそうそう、で練習レベルなんですけど、あのこれのいいところは要はメンタルと守備がレベル1というところで、メンタルはねもうレベル1はほぼほぼ確定なんですけれども、メンタルってやっぱり割と踏むじゃないですか。なので、結構レベルが上がるのが早いんで、その時に守備のレベル1が残ってると、結構回しやすいというのは、あります。でここやる気下がっちゃいますけど、やっぱりね勧誘大事、とにかく人を調達しておく。これどうしよっか、一番下もう体力ね、真ん中だとね守備色のコツが手に入るんですけど、体力も27減るんで、で真ん中で今ここに1つでしょ、でここに2つあるんで、次にヒーローエピックが出ることはないで、体力がないんですけど、一人でも勧誘しておくか、やべえ。でちょっと体力回復、よし持ち直した、完全に持ち直したな。でここに今0で、ここに今2つなので、合計値が2なので、次エピックマスが出ます。でできればここアーサーを開けたいんで、ちょっとここは肩を踏みに行きます。まあ2人勧誘できればいいでしょう。あと安っちいコツだよね、これ取っておきたいんだけど、今の段階だ竹センスバツとかやっぱ高えな。げこれさ牛若とか、なんか俺一回さセンスバツの牛若やったよね、クソ高かった気がするんだけど、ちょっといいやつ、ちょっとセンスバツなんで、コツを回収してから潰していこう。もう安いやつでも、かまってちゃんじゃなくて専用のイベントが起こってくれるとな、モテモテが手に入るんでいいんですけど。でデイビーも進み出したね、ここら辺能力もね上げなきゃいけない関係上で、ここで1番アーサーは出ました。でこれで3つ出てるんで、まあ次も別に出るわけじゃないので、なごみちゃんがまだ乗ってないのか、これやりてえけど体力減るな、さすがにレベル2の体力マイナスはきっついんで、どうしようかな、まあ、ここだよね。で11番も取りに行きますか、次教えてください。これ早めに終わってくれるとミートのコツが手に入るんで、ミートを上げやすくなる。なごみちゃん 44% 死ぬな、寝よう、ここはもう寝るしかない、頼む東条。東条はね回復イベントも多いんで、しかもメガネ版になって金徳もそんなに体力減らないんで。でここも3つあるんで、勧誘優先でなごみちゃん、これでなごみちゃん乗ってくれるかな評価。女子追加出た、でこれ回復しよう、当時はひたすら回復、ありがとうございます。でなごみちゃん告白で、なごみちゃんの告白も一応ね回復はしてくれるんで、体力が減っている時に来てくれるとかなり嬉しい。さてここじゃあエピック取りに行きましょう、虹谷一人だけど、まあ、今調査人数多いんで勧誘しておきます。でたまにねこれで勧誘エピックが発動することがあるんで、そうなると超美味しいよね。でなごみちゃんの通常イベント、これに関しては、まあ、体力が回復できる一番下でいいと思います。まあ、体力マックスの時はね経験点取りに行って一番上とかでもいいんでしょうけど、まあ、一番下では経験点くれるんで、2ついっぺんにねやっぱ派遣すると一気に人が減るよね。で今何調査可能4、アーサーを回収しておきたいので、1人でも回収しておきたいんで、まあ、こっちかこっちかって言ったらこっち、あーでも今あれ、何個何個何個、ちょっと待って、ここに1個だから大丈夫、エピックマスは出てこない。でやったやつはメモっとかないとすぐ忘れるんで、分かんなくなるんで、むしろ。でアーサー、ここに2つでここに1つあるんで、
次はエピックマスが出現するということはないですね。この体力3回収してな、評価が乗ってない方々が多いのか、ちーちゃんもまだ乗ってないのか。じゃあまあ普通にここを回収しに行きましょう。で、1番のアーサーは終えましたと。え、今なんだメモってて分かんなくて、何のイベントが発動してた。で、先駆けくんやりましょう。で、まだか、レイリーも乗ってないんだよね。3人1人、いや人がいっぱいいるとはいえやっぱり勧誘はしておきたい。あれ今何個だった、ちょっと待って何も見てなかったわ。これ結構いいよね、なごみちゃんいるとき、なごみちゃんの評価上がるから。プレッシャーラン、よしプレッシャーラン潰そう。で、喧嘩もなごみちゃんが成敗してくれてる。いやマジでいいよ、強化円卓のなごみちゃんはね本当におすすめ。いやなんかたっけ、やっぱなんかさたっけえ気がするんだけど。レーザービームも、まあ、ボツ1だからねたっけえよな。センスバツってマジで何なの、センスバツってもうちょっとさ初期能力上げてほしいよね。マイナスが多すぎるでしょ。今ここが2つ、そう牙が出たね。あ、それを考えると次も円卓っていうかなんだっけ、エピックマスが出るんですけど、アーサーは回収したんで対角線上はねあの出ないんで、アーサーが出てるとここが出てないんですけども、アーサー回収したんでこれやっちゃおう、取っちゃおう。よし体力も回復、2回目、ちょっとミートあげるか。ちーちゃん早く来てくれよ、先にこっちが進み出したよ。まあいいや、高いけどあげよう。どう、 C まで上げられるかな、 B まで上がるか。よしこれ弾道もあげよう、頼む。独身率が高そうだな。で今ここがなんていうの0で盤面3なんで、赤原はちょっともう一周進んでからな、やっぱりモード君を使ってから行かないとダメなんで回収していきましょう。でモード君じゃあ取りたい、もうレベル3になったしね。道場回復イベント来てくれ。いやでも先に金徳が終わると、ここ精神取ります。金徳が終わってくれれば、え、こっち止まってね。モード君がいける。で今3個あるんだよね、3個あるってことは大丈夫で、人も3人回収できるし、レイリー乗ってねえし、そもそもやろう。コツ冷静、冷静ってもう潰していいよね。でこっちも走り出したか、守備も上げとかないとね。クロセイラちゃんはね守備ちゃんと上げてれば基本成功しますね。 A くらいまで上げといて、 A まで上げてね失敗したことないん で今ここは1個の2個なんで出ることはない。でこれちょっとオール3つなんで、これはちょっと回収しておきたい。早いよ、ちょっとちーちゃんのイベント先に進んでほしいんだけど。まあいいや、レイリーはこのまま B で行こう。でクロセーラどこまで行ける、 A まで行ける、 A まで行こう。でどうしようかな、全部で3個の時にヒーローエピックは回収したいよね。回復したい1人、調査可能人数は11。なごみちゃん行くか、対エビル兵器みたいなやつ、内容読んでないから全然わかんないけど、一気に来たな、上げといてよかった。 OK
これはね、ほんと A まで上げとけば大丈夫。 E とかでもなんか成功したけど、でやっぱね、能力低いと失敗するよね。もう早めに来ちゃって、もう上げきれない時に牛若が来ちゃうとやっぱり成功しない。よし、一気に人が減った。赤原が欲しい。ちょっと次赤原回収したいんだけど、ここが2でしょ。これ結構時間かかるよな。もう一周してくるか。じゃあもう一周してくるために体力か。じゃあ2でいいや。潰せるもの潰そう。牛若見よう。あと悪球とか潰す。行こう。経験点余裕ができてきたから、ここら辺の、いやなんか高えよ、ほんと高えよ。レーザービーム残しとこう。本塁戦艦も高え。競争士3、まあ、3はねさすがに潰すけど、4、内若512。異常なんだけど、何なのこれ。512だよ。怪盗並みだよね。守備塔とか来ないかなこれ。本当に結構、ここはまあ普通に野球にしておいて、体力がマジで減ってる時には体力もありだと思います。で大吉で結局回復してくれる。 OK。 さて今どういう状況だっけ。こういう状況か。これは踏んでもいい、人次第踏むべきだな。コツが2つか。意外性は潰そう。精神が足りてきてない。意外に精神ね足りなくなるんだよね。ちーちゃん気分やとか超いらねえ。コツチャンス。精神は足りんマジでない。チームメイト評価、まありがたい。さて頼む。 OK。 とりあえずこの2つ通過したな。センス罰だけどね。精神足りないんだって独身術。牛若の512人が取っちゃおう。ほんとひどいよな。でそうだね、ここ牙をちょっと回収して、あれ牙どんだ、ここか。牙回収して10番の赤原出そう。次牙って何人必要なんだ。で真ん中はね1回くらいだったら失敗しても大丈夫なんで、対エビル兵器めちゃくちゃヒットポイントが回復した。ヒットポイントっていうか、で牙5人も必要なんだ。赤原出そう。赤原出したいんで、ちょっと待ってね。今ここが1でしょってこと、出るんで赤原出します。ここ調査官の1人増える。ちょっと待って待って待って、牙やった、今何番やったっけ。全然メモってねえわ。なごみちゃんもやったよね。ちょっと待って、牙もやった。1番やった、牙が6番でしょ。でなごみちゃん7番でしょ。まだ3人で、これ真ん中にすると体力が回復できます。意外に進んでないな。これどうしよう。一番下空気読め。選球眼で真ん中1人になってしまった。で赤原出たんで、ま、次赤原を回収すればまた人に余裕ができる。今2つか。次も出るね。次も出るんで、これやっておけば11番が出る。で2人回収できる。だったらやろう。上り上司めちゃくちゃか。4か取れない。ちょっと足りてなかったね。ちょっとっていうか多分結構足りてなかったかもしれない。ででよ、ここ今2人でしょ。2人の1人なんで、まあ出ない。赤原回収を最優先にしよう。で赤原をやるためにも人が必要なんで、うわ3
3は無理、3はちょっとやっぱりさすがにないんで、2人回収しておきましょう。体力も回復できるんで、どうしようかな。やる気3か、うまくいけばちょっと一回デートしよっかな。4番まだ出してないもんね。ちょっと次タックが来ることを信じて一回デートしよう。出るかどうかは分かんないけど、デートもまあ進めていかなきゃいけないんで。高級室だ。精神もらった、バレンタイン。なごみちゃんって虫歯になるんだっけ。よし来た。でここ開けとこう。3人回収できるね。 OKOKOK。 ちょっとエピック、忘れち人がいねえ。人不足。広角打法、よし。金徳が高いよね。だから基本的にセンス罰のさ、終わってるところって金徳が高すぎるんだよね。一応これやっとこう。次ちょっと真ん中鹿としてもいいかな。でミートに関してはちーちゃんがこっつくれる可能性があるんで、ちょっと肩と呼吸を上げていきます。まず S にして、 S まで持っていって、こいつを揃える。でここは回収していきます。もう3なんで2人。でできれば次赤原のところはタックで回収していきたい。分かりやすく教えてください。ありがとうございます。成功率は高いけどたまに失敗するんで来ない。あ、右下一気に出ちったな。まあいいや。あれ4番って回収したっけ。メモしてないわ。4番回収してたらしいですね。ちょっとよくわかんないけど。でここデート、なぜならタックが来てないから。でもタックが来ると左上のナイトメールさんも一緒に回収しなきゃいけないのか。それ無理じゃね。そもそも人足りてないのに。まあ、来たけどどうしよう。今3つだから、まあ、出ることはない、まあ、エピックも別に1回くらい経ったら大丈夫なんだけどな。ナイトメールさん8人調達できるはずだからやろう。パワーヒッター来たね。広角打法とか潰してねえや。パワーヒッター最後になごみちゃんがこう作れるからな。一応モテモテにはなっておこう。でここまず赤原やる。でそう人が足りなくなる。この2つそう無理だ。真ん中ちょっとシカトしよう。でこれエピック取りたくないんで、ここは通過させます。通過させたいけどこうだな。サイン察知で赤原8人寝れない。ありがとうございます。これマジでいい。で真ん中捨てよう。今回ちょっと人がいなさすぎる。さてそっからの1の1でしょ。ってことは次出るのよ。で出してないやつ11番もやったか。ではではでは赤原だから9番やってないよね。まだ9番やってないからここで3人回収して、レベルが上がったか。レベルが上がってくるとね、7人でしょ。いや7人は避けないよ。で今1、2、3だから出ない。人、とにかく人がいなさすぎる。はい、
ライダーの神様、これで6個でしょ、1,2,3,4,5、 え、5人しかメモってねえ、あと1人誰だ、わかんねえ、メモを忘れているな。で次またエピックが出るんで、え、3ってやったっけ、もうわかんねえや、 9% わかんねえけどやろう。あ、ダメだ、こう対角線上だから出ねえわ、対角線上だから出ない。5番とか出したいんだけど、レベル2の練習がないのか。そうするとここやるとまたエピックが出るんだよね。ここないよね、だってないから、筋力で6番出したいんだけど、筋力タックが来ちゃってるんで、ちょっとここはデートします。デートしてお茶を濁す。ここら辺がね、タックが来ればいいってものじゃないからね、まあ、これもタイミングなんだよね。おい、あ、これ大丈夫、あの、あれ、なごみちゃんなんかしてくんなかったっけ、サボり癖は直してくんないんだっけ。しかもこれ失敗してるし、失敗っていうかコツが取れなかった。でこれはやっておこう、さすがにもう一回失敗してるから。戦力チェックまであと3ターン、その間になんとかしたいというのがある。だから、うわ、ここ美味しいな、いや美味しいけどちょっと2人、これ金取れる、これ何がいいんだろうね、よくわかんない、1回抜きしにしとこう。ギャル気下がんのかよ、アベレージヒッター取れた、その代わりで1,2,3個、あれ6番、あ、そっか6番取ったわなんかぐっちゃぐっちゃだな、ちゃんとここら辺ちゃんとここら辺メモっていかないと。でミート、とりあえずこっち掴んだから精神がねえ、C にはしておきたいよね、ちょっと能力的に。あとの敏捷は牛若に振ろう。で、じゃあもうどん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 回収していこう。もうなんか分からなくなってきたからいいや。で、クロセラちゃんもやろう。なごみの評価がめちゃくちゃ上がった。クロセラちゃん、真ん中で。もう2人になったよ。人が少なすぎる。で1212で、クロセラちゃん進めてるから大丈夫、気分や、体力回復してくれ。20か、1級入魂、まあ、広角打法コツ掴んであるからねって言っても広角高いからね。でちょっと取ろう、パワーヒは残して広角4、内野安打、バントは4、初級丸欲しいな。代打の神様はさすがに安い。高級質だ。ハイボールヒッターのコツは通常のなんかイベントで手に入る可能性があるんで、守備職人とかさ、センスバッターと100超えるんだ、技術。気分は5になった。本流性感残しておく。上り調子は4に取るでしょ。打開のコツが来る可能性がある。で、サインさっきも3だから、挑発も取っておこう。牛若。毎回見るたびになんかへこむな、牛若丸とか。これやるとエピック2つなんで、それは無理だよ、さすがに無理なんで、通過させよう。2人メンタルで回復しつつ、コツを取りながら、アベレージヒッター、アベレージヒッターこれで4か。じゃあで2の1でしょ、だからまだ大丈夫。これじゃあ下回収しちゃおう。でやるか。勧誘系のイベントが出てくれるとね、マジでいいんだけど。敏捷めっちゃくれた。これ何がいいの？虹谷にしとこう。俺の気持ちをよく分かってくれる。で上。で今何人？ 3 人か。1、2、3人。今ここでやってんのが1だから、12は絶対やってない。12は絶対やってないんで。やってないよね。すげえ自信なくなってたけど。レーザービーム。
レーザービーム取るか。え、人足りる？足りね。6人ってことは2人調達しないと。これもう1回はちょっときついから。ちょっと牛、いや牛若精神がほんと足りねえな。でもミートちょっと上げとこう。さばいとかないとあれになっちゃうよね。2人欲しい。最低でも2人欲しいから、これはもう守備一択だな。あれ12番やってなかったっけ。あ、12番あれか、ここが出てるんだ。ここもかぶっちゃうとちょっと出ないんで、なんかグダグダだな今回。なんかもうセンス×の段階でさ、ちょっとやる気を失ってるからね。本当はもう丁寧に一個一個確認していくのがいいんですけど、はい、もうお任せします。強化円卓はね、全てがハマったっていう時がもうなかなか大変なんで、あとやっぱりね、結局デッキで揃えられるかっていうところもかなりでかいんで、キャラがね持ってないってなると相当きつくなっちゃうんだよね、どうしても。でちょっとこれは派遣しますやっぱり。で怪我率ゼロか。もう右下のエピックとか無理だけど、多分これもう発動しないよねそもそも。じゃあオールを開始する。オール9とか悲しいな。じゃあどん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 通過させていくか。ラブパワーがあるんだったらナゴミちゃんにちょっと回復お願いしよう。怪我率ゼロになってるんで今。よし、もういや、やる気下がってもいい。やる気は下がらなかった、むしろ経験でくれた。最後の最後でさ、なんかこのタックが来ないとさ超悲しいよね。でオールマスターもうないから、もしか。じゃあ1回デートするか。4回目か、なんだかんだで結構デートしたな。まあそこそこ経験点くれます。で進めるだけ進めよう。どっちだ、ちーちゃんがいるからめちゃくちゃ接種ポイントもらえんな。これにしよう。ラッキーボーイ流す。よし、 OK。 でちょっとさらにこれさばいとかないといけないんで、どうする。もういや、牛若取ろう。ちょっと牛若を取ります。512120120たっけ、一気に一気にビーショポイントはなくなった。でミート100人にできる、できない。回収する、こっち。よし、でこれでエピックは終了です。戦力ゲージ足りなかったんだ、経験ってくんなかったな最後に。じゃあナゴミちゃんも終わらせちゃう。まあ、体力がマックスだから、ここは守備やろう。先駆け込んで少しでも精神ポイントを稼いでおく。やっぱヒーローエピック9回ってなかなか難しいよね。じゃあちょっと精神を使わない方の条件を上げて、パワーは B 欲しい。守備もちょっと、守備じゃねえ、総力も B 欲しいな。まあ、あと試合経験点でどこまで伸ばせるか、特に精神だね、やっぱり不足してるよ。メンタル来てるな。やろう。で、ナコミちゃんってカラデートあるんだっけ。なんか一回もカラデート発動したことないんだけど、うわー、ちーちゃんじゃないか。ちーちゃんだったらな、結構精神稼げる気がするんだけど、なんか怖いからデートしよう。
丈夫だと思うんだよね、なごみちゃん。 OK、 これでかい。で、技術は正直一つでなんとかなる。で、精神3枚でもね厳しいけど、厳しいっていうか3枚だと総力が本当に厳しいんだよね。今これ総力2枚入れて牛若取って、あとあれ取んなきゃいけないから一番やり、ここでもまた使うんだよね。鶴瓶も精神使う。高級筆だはじゃあ取ろうも。よし、これでいきましょう。この回は上位打線から始まります。負けられん。先頭バッターは飯岡。今日はカットボール。打った、これは強烈。独身術。危ねえ。全然塁に出てくんなかったんだけど、みんな。で、精神が欲しい。ちーちゃん、13くれる。77。え、ダブルタックか。結構でかいな、やろう。せっかくだから足も速くしたいよね。また走塁来てるな。やろう。タックを決めるときは来る。で、精神がどっかに来てくれると嬉しい。というか精神が来ないと無理。上限やって、いやー、なんかギリギリだな。精神を使わない特殊能力でなんとかさばいていかないといけないか。さて、メンタルよし。しかもしーちゃん絡んでるから結構くれたな。試合はあと2回。なごみちゃんも最後結構くれるからね。その間にちょっと補給を102にしておきたい。よし。で、肩はもういってるから、やっぱり技術は余ってるよな。取るか、例の打球伸び。精神ちょっと使う。インコースアウトコースも精神は使わないね。まあいいや、ちょっと取っておきましょう。これで鶴瓶の精神は無理だ。賄えない。もう一回精神練習したいんだけど、来ない。ちょっと、敏捷多いな。むしろ敏捷足りてるか。いや、でもやっぱ総力は A にしておきたいよね。で、そうすると、余ってるかっていうと別に余ってないから、一番やり取ろう。で、あと取ってないのが鶴瓶と一球入魂か。鶴瓶が123。9入魂が139か。いや、ここどっか、ちーちゃんちーちゃんちーちゃん精神絡んでない。ここサクッと、この試合経験点と今43、試合経験点で多分鶴瓶は賄える。100くらい入るから、うまく打てれば、うまく打てればね。でしょ。で、最後のエピローグ経験ってなごみちゃんいっぱいくれるから、それで1球入魂が賄える。145くれるはずだから。レーザービームとも精神使わないし、外野だし、だ外野を作るにはいいと思いますね。あの牛若丸も生きるし、レーザービームも生きるし。ノーアウトランナー1塁という場面で飯岡、これはいい当たりだ。どうだ、闇のよ。円卓リードで迎える。闇のっていうのはちょっと上がるんだね。この帽子を受け継ぐ人が闇のなんだろうね。だからもしかしたら闇のも本名は別であるかもしれない。リードで迎える4回です。今日2打席連続でホームランを放っている。ジャガンのマスクみたいな名前忘れちゃったけど、これを受け継ぐことによって闇の名前も受け継ぐ。追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で、しかし独身術の目の前ではエビルキャップだっけ。エンタクリードで迎える8回です。エビルキャップもいい。ツーアウトランナー1塁という場面で飯岡、初球打った、ダメ押しのホームランとなるか。飯岡ツーベ、よし。
そっか、最後の経験点120点ももらえなかったのが痛いなっていうか、本当にセンス×ってきついんだな。甲子園優勝でしょ、1位になるでしょ、でなごみちゃんマジで経験点くれるでしょ、でパワーヒッターももらうでしょ、でここで経験点ちょっとくれるでしょ、なんかコツ欲しかったよねこれ。で1万1000だいたい1万1000から1万2000くらいでうろちょろすると思います。ただ今回立ち回りが良くなかった、立ち回りが良くなかったんで鶴瓶金徳は抑える、一球入魂、立ち回りが良くなかったっていうかセンス×がまあそもそも良くないんだけど、技術あるから守備職人取るでしょ、でもちろんちょっと流し打ちも取れんな、パワーヒッターアベレージヒッターこれ取る、チャンスは無理だな、対左足 S にしたい気がするんだけどな、パワーはもう B までだね、あと何のコツが残ってる、打球の美は1個取っておけば十分でしょう、本塁生還取っておくかせっかくだから、でこれも取っとこう、インかアウトかって言ったらやっぱいいんだよね、でラッキーボーイもまあ安いけど精神を使わないやつをちょっと見てからにしよう、ハイボールヒッターはあるから固めも精神使う、プルヒッター、あ早急か、早急欲しいから取ろう、で対左を取ると結構経験点的にはいいけど、てか早急20までもいいな、これ取ろう、あと取れるやつバント職人取れんの、気分屋とかはマジでいらない、よし、であと走力ちょいちょいちょいって振って守備力ちょいちょいちょいって振って終わり、オッケー、まあこんなもんでしょ、ちょっとちょっとね、あのまずセンス×だったっていうところと立ち回りが結構良くなかったっていうところが、まあ、響いて、こんな感じになってますけど、天才の入部届持ち込んでさセンス×とかマジで悲しいんだけどね、せっかくまあ持ち込んだんで、まあ、いきなり燃やすのもなんだと思ったんで一応やりましたけれども、まあ、こんなところですね。でヒーローエピック踏んだところはマジで一個一個あのメモっていかないと忘れちゃうんで、今回だいぶミスったよね、俺最終的に5つしかメモってないからもう何踏んだかとかね、あの覚えてないんで、まあ、これ覚えてる人はいいと思います、別にメモんなくても、なんで、まあ、ヒーローエピックねかなり重要になりますので、まあ、ぜひともね立ち回りの方は慎重にやっていただければと思います。というわけで、まあ、この動画がちょっと公開される頃にはもうすでに強化円卓終わっちゃってるかもしれないんですけれども、次は暁大附属の強化も、来ることになっておりますので、そちらの方も、やっていければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。